日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、水島福田福田は岡山県倉敷市水島にある地域である。同地域の北東部を占め、旧小島郡福田町の内水島地区に該当するエリアを除いたものである。水島市所管内の東部を占め、かつては旧東高橋川川口東岸であった。旧小島の北西地域にあたり、 山地とその谷部、及び山陸部に古くからの集落が存在する。それらの集落は古くは、反応反漁の生活を行っていた。一方南寄りの予備松は、漁村として栄えた。近世になると、小島三海登録から、旧東高橋川川口部や、沖合までを相次ぐ干拓で、次第に切れ開いていき、現在の土地まで拡大した。享保元年に、 福田神殿が干拓されたのを皮切りに、高歌2年にはその西方沖が干拓され、福田神殿が生まれた。これらの干拓地は広大で、農村地として、稲作や、イグサ、綿花など農業が盛んに行われた。明治大正期の東高領海廃川による廃川地の開発を経て、近現代においても干拓は行われ、昭和22年には大島南大金を呼び、 予備松に仕置きが干託され、福田新海が完成した。他にも福崎新海や高砂新海も干託されている。これら銀現代の干託地は現在、水島林海工業地帯の一部となっている。昭和16年、旧東高両川廃川寺に三菱重工業の航空機製作所が建設され、変容の第一歩となった。福田公園をはじめ、当地は、 干渉力地帯などの環境整備が進んでいる。当地の中北部にあたる。かつての福田村に相当し、競技の福田にあたる。福田町浦田、同福田、同古神殿からなり、古神殿はかつては海域であり、近世の干拓により開発された新田地帯であった。地域南端は、東塚や広江北西部とともに、旧福田町の中枢部で、役場が置かれていた。 現在は、水島緑地福田公園や、ライフパークがある。京方年間に造成された神殿の西を、海年間に干拓した三角形をした日田地帯。西側に、水島市街、南側に、水島工業地帯と隣接する。かつては、稲作や畑作などの農業地帯であったが、現在は、農地はほぼなくなり、幹線道路が敷設され、宅地化。 市街化している。北瀬当地の北部にあたり、福田地区の中西部にあたる。東塚当地の中東部にあたり、福田地区の中南部にあたる。中瀬当地の中西部にあたり、福田地区の南西部にあたる。南保当地の南西部にあたり、福田地区の最南西にあたる。水島工業地帯に隣接しているため、企業の事業所や工場が多く立地している。一部を、 水島工業地帯の範囲とされる場合もある。松江当地の南東部にあたり、福田地区の南部にあたる。もともと島であった大島山の周辺地区である。水島工業地帯に隣接しているため、企業の事業所や工場が多く立地している。一部を水島工業地帯の範囲とされる場合もある。当地の南部にあたる予備松と、及び東部にあたる広江からなる。 予備松は、福田南東部の鴨が、辻山西六の海沿いにある、予備松港を中心とした地区で、古くから釣り漁と網漁が盛んな漁村であった。現在は、漁獲高減少などにより、漁業者は、減少傾向にある。広江は、福田東部にあり、小島の郷内地区と隣接。西部の平地は市街化が著しく、中東部は、新興住宅地が多く立地している。 上記の旧福田新田地区の南に造成された地区で、水島工業地帯の一角を占める。小学校通学区域では、東塚などと同じ第一福田小学校区となっており、福田地区の一部とされることもある。平成24年9月末現在。ありがとうございます。